今回は兄折で甘露寺家族との描写が盛られた結果、先を考えると辛くなってしまう原作読者の反応をご紹介します。この動画は鬼滅の刃原作のネタバレが含まれますのでご注意ください。本編後に遺体で面会することになった家族のこと考えたら相当にお辛い。そもそも面会できるんだっけ？柱訓練で恋柱の分は自分の実家でやってたから会えるとは思う。別に鬼殺隊に入隊したら今までの縁全部捨てなきゃいけないとかの決め事はなかったはずだし、特にみつりさんは家族とかキョロされて復讐に燃える大使と違ってちゃんと家族がいる人だから、戦死報告とかはちゃんとされると思うよ。入隊してるほとんどが家族失ってるから仕方ないけど、家族と会うのは普通に大丈夫だと思うぞ。割と自由だしな鬼殺隊。己親方。やはり UFO はワニの継ぐ子。生き残ったイグロさんのいとこが弔ってくれるはずはないだろうから、甘露寺家が両思いになれたみつりちゃんとイグロさんを一緒に弔ってくれないかな、と思ってしまう死後に離れ離れは悲しい。死後は天国で一緒だよ。そら覚えだけど煉獄さんの戦死報告ってどうなってたっけ？普通に煉獄家に行ってたと思う。炭治郎が病み上がりで行った時には千寿郎くんも酒柱もある程度一段落ついてたっぽいから葬儀も終わってたんじゃないかな。煉獄さんのはカラスが実家に行って伝えたっぽい描写があったはず。あそこは代々炎柱の家系だから戦死報告行くけど、一般家庭の甘露寺家の場合はどうやって報告されるんだろうね。いきなり喋るカラスが娘の死を報告してくるのはちょっとって思うので、普通に手紙を隠しが届ける感じかな。大使は遺書を書いて保存しているみたいだから実家があるのなら、実家用の遺書も残しておいているんじゃないかな？遺体は回収されるだろうけど、お骨の状態で家に帰るのかな？すぐには返せないだろうし、傷があるわ腕はないわの状態なのもな。エンバーミングされてると信じたいね。大正の時代だし日本だしな、お骨なだけマシかも。戦争だと骨も残らず遺品だけだったりしたし、家族はきっと褒めてくれる。みつりは偉かったね、頑張ったねって泣きながら。蛇のお骨もみつりちゃんと一緒に入れてほしいが無理かな。両親に婚約者として紹介したわけでもなく、最後の最後で打ち明けた関係な上、それを知っている人間もいないのにどうやって。あんだけ大騒ぎして告白してた上に抱き合ったままこと切れたんだから、それを見ていた隠しは結構いたのでは？問題は彼らが生き残ったかどうかだけど、後藤さんならそのくらいの気は利くはず。いやー、家族のいない大使用のお墓はあるし、告白成立しただけで甘露寺家に彼氏ですので一緒によろしくって LINE 超えすぎでしょ。さすがにそれは夢見すぎ。あとはみつりが家族との文通してたか、そこにイグロおばないのことを書いてたかかな。普通に書いてそう。イグロさんと二人でご飯に行ったとか、食べてる間もニコニコしてずっと見てくれるとか、靴下をプレゼントしてくれたとか、延々のろけた後で、でもお付き合いしてくださいって怖くて言えませんなんて手紙をもらって、みつり、周りはもう付き合ってると思ってるぞと両親を苦笑させてるところが目に浮かぶ。甘露寺は文書でも口が軽そう。遺族の気持ちよりイグロさんを優先するのもなんか違うので、間に入った人と甘露寺家の双方で落としどころを作ってほしいもんだ。みつりちゃんから見て両思いだと分かったの死ぬ間際だから、一緒に言及があっても踏み込んだことは書いてなさそうだもんな。イグロさんのお墓にみつりちゃんの髪を一房添えるくらいがありそうなライン。というか別に伏せなきゃいけないことでもないしな、あと口が軽いんじゃなくて語彙が足りない。他作品出して悪いけど、進撃だと戦死した兵士は生き残った調査兵団の上層部が順番に死んだ兵士の実家に一定品届けてるって設定だったから、鬼滅も柱とか隠しの偉い人たちがお骨だったり遺品届けてるんじゃないかなと。柱は忙しいらしいからやってるとしたら隠しの人たちかな。塚大将ってもう仮装なんか、桶みたいのに入れて埋めるとか時代劇であるやん。うずいさんとことか親方様が参ってる現代形式の流し角の石の墓があるやつは仮想のお墓、かまどけとか時と受けとかは土葬してるけど、山で土地があるからかな？歴史的には明治中期から後期にほぼ仮想に切り替わってるらしい。
全体的に家族描写や過去編がモリモリでいい、アニオリが多くていいね。甘露寺矢印幸せが盛られる、品津川矢印お辛い不幸が盛られる、かっこ虐待からのさねみなたちベタベタで母を惨殺、時藤矢印お辛い不幸が盛られる、かっこ無一郎宇治川く傷の描写がねっとりという、この盛り方の差よ。不幸も盛り光も盛る、これぞ正しきつぐ子。確かにどのアニオリも自然だったわ。アニオリのクオリティも上がってていいね。これで死んだ時により一層悲しくなるな。甘露寺家がマジで光の家庭で、みつりは家にいればいいよって言ってたの、逆にみつりちゃんが亡くなった時のこと考えて辛くなってしまった。わかる、あのご家族がみつりちゃんの訃報を聞いた時のこと考えると辛い。現代基準で見てもめっちゃ甘えられるなってレベルの屈指の光家庭すぎて、お見合いも当時の風潮のように強制されたわけでもなく、さらに何も気にしないでずっとお家にいればいいよって言ってくれるおかげで、他の柱と比べて不幸さは屈指でなくなったけども、不幸だからではなく自分で道を選んだのよって言った感じの納得感は逆に増した気がするの。人助けをいっぱいしたんだね。みつりは偉い子だよ、自慢の娘だ、頑張ったねって泣きながら言ってくれるだろうな。みつりちゃんは本当幸せなところに生まれて幸せだったんだな。作画だけでなくこういう描写にも力入れてくれるのマジ助かるわ。最終回は一体どうなることやら。ご視聴ありがとうございました。皆さんの感想楽しみにしてます。よかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは別の動画でお会いしましょう。